近鉄2600系電車とは、近畿日本鉄道が保有した電車である。本校では、近鉄通勤車初の冷房車である2680系電車、冷房付きクロスシート車の2610系電車、近鉄のロングシート車として、初の冷房車である2800系電車についても、紹介する。1960年代当時の大阪線や名古屋線の急行は、 2200系や2250系などの旧型車が運用されていたが、老朽化が進んでいたこと、特に2200系は戦前制で、反抗成車であることから、長大トンネル区間での保安面を考慮し、新型車を導入することになった。一方で普通列車についても、大阪線旧型車の1400型や名古屋線に、残った17メートルから19メートル級車両の、 旧型形式の代替として、冷房装置を搭載した新規系列を導入することとなった。大阪線2410系や名古屋線1810系以前の大阪線、名古屋専用一般車両では、走行機器の際、1で形式と運用が区別されていたが、2600番台、系列及び2800系の登場以降は、大阪線と名古屋線の一般車両は共通設計で、 投入されるようになった。2、いずれの形式も、車体設計は通勤系一般4、扉車の1810系や2410系を踏襲し、前面には廃照機が取り付けられたが、2600番台系列に関しては、座席からの展望性を考慮して、側窓の天地寸法が、ロングシートの2800系よりも80ミリメートル大きく、 窓か町の高さも 50mm 低い。落成時の化粧板の色は関西私鉄標準の薄茶色で製造当初にビニール地であった2600系を除いて座席モケットは園児色である。2600系列は大阪線、名古屋線の急行用車両として登場し、当初は伊勢方面への観光輸送、長距離利用者の利便に応え、 同時に大阪口での通勤輸送や大阪線、山間部区間での地域輸送、団体専用列車など、多目的な輸送の両立を考慮した対面式固定クロスシート車として製造されたが、2610系においては若干改善が図られたとはいえ、シートピッチ、幅ともに狭く、肘掛けが省略されたため構造的に問題のあったクロスシートであった。 名古屋線急行で多用されていた2800系においてもトイレが省略されたことで、急行運用の際に問題が生じてきており、3扉転換クロスシートの車内設備を備えた5200系や4扉デュアルシートの車内設備を備えた5800系 L シーカーが登場した後は固定クロスシート車のロングシートかロングシート車のトイレ増設 L シーカー改造などの各種改造を経て、現在でも多数の車両が在籍している。2600系は、1970年に4両、編成2本と2両編成2本の、計12両が製造された。3、当時の日本では、初の片側4、扉車体にトイレと全席クロスシートを備える車両であった。電算記号は、9である。車内設備は、 座席は4人掛け対面式固定クロスシートで、扉管理に2ボックスが設置された。4. 扉とクロスシートの両立のため、ボックス長は 1320mm で、国鉄近郊系車両よりも狭く、シートは肘掛けが省略され、セスリもロングシート並みに低い設計であった。座席表地はビニールクロスである。扉部分には団体列車運用を想定して、 収納式補助席も設けられており、補助席使用時には、乗降扉は七百ミリメートルしか開かないようになっていた。空調設備にはラインデリアを装備した。トイレは空2千七百型と差七百五十型に和式が一箇所ずつ設置され、処理方式は貯蔵タンク式である。また、トイレや運転席の内も六百五十型は、定員二百十名と当時国内最大を誇り、 これは後日の2680系も2680系、2610系も2660型も同様であった。駆動装置は WN ドライブで、主電動機は三菱電機メガバイト -3110A を装備し、制御装置は 1C4M 制御の三菱製アブフム -214 から 15MDH 電動カム軸式抵抗制御で、 各電動車に搭載した。これらは2 4 0 0系以来採用されているものである。台車は2 4 1 0系と同様の近畿車両製手リーレン式空気バネ台車の k d 6 6系である。終電装置はもう2650型に2機、もう2 6 0 0系の T 車側に1機搭載した。ブレーキ方式は HSCD 電磁直通ブレーキである。 空気や縮気は空2700型とさ2750系、電動発電機は空2700型に搭載した。最高速度は時速 110km を確保している。1979年に前編成は富吉建築に転属したが、1998年に2601回2604回は再び高安建築に転属した。 1979年に冷房装置が装備され、4、同時にパンタグラフが下枠交差式に交換された。車内は座席のせずりを高く回収し、ビニールクロスの座席表示はモケット化され、一部座席はボックス長を広げている。1989年から、車体の内外装材交換、前面及び側面方向膜設置、トイレの室内回収を中心とする。 車体更新が行われた。なお、本系列は繁忙期の団体列車運用を考慮して、全座席がクロスシートで残された。2002年2月から2004年1月にかけて、全編成が除席、廃車解体され、形式消滅している。2680系は、当時計画されていた、一般車両の冷房導入に関する基礎データ収集を目的として1971年に参領。 編成2本の計6量が製造された。近鉄の一般車では、初の冷房搭載車両である。電算記号は X。車内設備は2600系に準拠して、補助席も装備しており、区2780型にはトイレが設置されている。冷房装置は、特急車の東芝製に対して通勤車では三菱、電気製を採用8500キロカロリー。 H の集約分散式、ユニットクーラーである CU-14 型を一両に5台設置した。これに、ラインデリアを併設したほか、熱交換型換気装置も1台設置されている。台車は心臓であるが、制御装置、手電動機などの伝送品は1971年に廃車となった特急車1万系、ビスタカー i オからの流用である。駆動装置は WN ドライブで、 主電動機は三菱電機メガバイト -3020C を装備し、制御装置は 1C8M 制御の三菱電機製 ABF-178 から 15MDH 電動化無軸式抵抗制御であるが、直列、並列切り替えを手動で行う特急用制御装置の流用のため、主電動機4個永久直列2群の並列制御に固定されており、 自家並列制御は行えないようになっている。台車は心臓品が用意されており、両、打機式踏みずらブレーキの、近畿車両製手リーレン式空気バネ台車の KD-72 系を装着する。制動方式は発電ブレーキ併用の電磁直通ブレーキで、そもそも即ブレーキも装備する。終電装置は無2680系奇数車に2機搭載し、 空気圧縮機は空2780系。電動発電機は無2680系偶数車に搭載する。最高速度は時速 110km を確保している。1979年3月に全車が名古屋線、富吉県社区に転属した。座席の交換1979年に座席が2610系と同一仕様に交換された。ただし、補助席は 存知されている、車体更新1991年に、車体の外装材交換、全面及び、側面方向膜設置と座席のロングシート化を中心とする、車体更新が行われた。5.6. 専業列車への転用釣り川のない車内、専業列車も、参照2001年に2683回が1481系の廃車代替として、専業列車に改造された。 専業列車としては三代目となる。車体塗装はマルーンレッドを基調として前面に白帯を入れたデザインとして一般列車と区別させた。車内は釣り川関係の装備品撤去以外ほとんど手が加えられておらず、側面方向膜は撤去されたが、前面方向膜は残地され、専業列車での運転時には専業の表示を掲出して運行した。 車体連結部の転落防止ホロ設置と ATS-SP 設置工事2012年10月に車体連結部の転落防止ホロ設置と ATS-SP 設置工事が行われた2002年8月12日付で2681回が廃車された製造当初より冷房装置搭載の通勤車が廃車されるのは近鉄では初の事例である2610系は 大阪線で運用されていた2200系の老朽化に伴う代替と通勤券拡大に伴う長距離輸送のサービス向上のため2600系2680系の量産版として1972年に登場した。1972年11月から1976年10月にかけて4両編成17本68両が製造された。 新造時は、全編成が、明星検索に配置され、2611回から2620回は、大阪専用、2621回から2627回は、名古屋専用として区分されていた。電算記号は X。車内設備は2600系に準拠するが、各所に改良が加えられ、座席表寺は、モケットとなり、補助席は省略された。 ボックス長を 1400mm に拡大し、背すりの高さを当時の一般的な固定クロスシート車と同等とし、混雑対策として率赤面積を当時の近鉄標準のロングシート車の5%減に止める設計を行っているが、肘掛けは省略された。長距離をとして付随車の差2760があたにトイレが設置されている。冷房装置は集約分散式。 ユニットクーラーで他に、ラインデリア、熱交換型換気装置が装備されている。最初の6編成は2680系と同じ8500キロカロリー、H の CU-155 台とロスが1台搭載で、機制は個別型であったが、1973年製の二次車以降は1500キロカロリー、H の CU-19 を4台とし、機制も連続型に変更された。 同時に新生児から全面方向膜も装備されるようになった。性能は2600系と同一であり、駆動装置や手電動機、制御装置、ブレーキ方式、終電装置の配置も2600系に準じている。終電装置は、菱形パンタグラフの PT42 を MC 車に1機、M 車に2機を搭載した。 台車は2680系と同一の近畿車両製 KD-72 系を採用したが、区2711区2716とさ2761、千七2766の12両は、KD-66C を装着し、区2721から2724とさ2771から2774の8両は2200。 軽が使用していた金属バネ台車の近畿車用 KD-49C を流用した2625回以降は電動車を KD-72 回、付随車を KD-72G としたいずれの台車も両抱き式踏み面ブレーキである空気圧縮機と電動発電機は空2710型に装備した5800系の登場に伴い 試作改造 L、C カーの2621回及び量産改造 L、C カーの2626 26回2627回は、富吉検築に転属した。これに伴い、名古屋線で運用されていた2622回から2624回は、高安建築、2625回は、病状検築に転属した。なお、 1998年時点では2611回2614回から2620回2625回が、病状検索2612回2613回2622回から2624回が、高安検索2621回2626 26回2627回が、富吉検索の配置となっていた。 車体更新1991年から1997年にかけて内外装材の交換と車体側面の方向膜設置と座席のロングシート化とトイレの室内改修を中心とする5・6車体更新が行われた B 更新2000年から2015年12月にかけて全編成に内外装材の交換と乗降口の雨戸取り付けと 車体連結部の転落防止ホロ設置を中心とする2回目の車体更新が行われた。2008年以降の B 更新車では二2710系連結側車端部の車椅子スペース整備。2014年以降の B 更新車では千2760型に設置されているトイレの様式化7が行われた。台車の交換2008年から2014年にかけて二2710系。 区2721区2724差 2760K さ2771 27対差2774の台車が戦術の B 更新時に空気バネ台車の KD-64A に交換された。パンタグラフの交換2013年以降2621回2625回から2627回。 も2660型も2673のパンタグラフが下枠交差型に交換された。2019年4月1日現在では本系列の廃車は発生しておらず、2621回2626 26回2627回の3編成は富吉検索、その他の14編成は病状検索に所属している。X27 リットル、C L、 C 車内装、ロングシートか車内トイレ前に残るクロスシート2800系は2610系のロングシート仕様として1972年7月から1979年11月にかけて2両編成2本、3両編成4本、4両編成11本の計60両が製造された大阪線と名古屋線での共用が考慮された系列である。 電算記号は AX。大阪線2430系に落成当初から冷房装置を搭載したもので、冷房装置は集約分散式、ユニットクーラーで他に、ラインベリア、熱交換型換気装置が装備されている。なお、冷房装置は最初の4編成のみコ台搭載だったが、1973年製の2805回以降は容量が増強され、 四大搭載になった。座席はロングシートでトイレは当初全編成で省略された。装備途中から設計変更が行われ、製造当初は行き先表示器を装備していなかったが、1973年製の2805回以降は全面方向膜が標準装備された。この関係で1977年製の2814回までの車両では、 大型行き先表取り付け指定が省略された。1976年製造の2812回以降は座席の肘掛けが湾曲したものに変更され座面を低めに奥行きを広くして座り心地の改善を図った。1977年製の2814回以降はロールアップ式、ブラインドカーテンが1段階ストップ式から3段階ストップ式に変更された。 1979年製の2816回2817回は、パンタグラフが下枠交差式に変更された。電装品は2610系と同一であり、主電動機は、出力 155kW の MB-3110。制御装置は、アブフムで 1C8M 制御を行う。台車は2610系と同じく、KD-72 系採用し、 さ2950系さ2963以降の T 車代車は KD-72 e 最終増備車の2816回2817回は M 車、MC 車を KD-87、T 車、TC 車を KD-87A とした。空気圧縮機は空運2900型とさ2950系。 電動発電機は空2900型に装備した。1975年製の2809回は、付随車を脱げ車した3両編成運用も考慮しており、空気圧縮機が TC 車に設置されている。終電装置は2両編成はも2800型に2機、3両編成と2809回がも2800系の運転席側に1機とも2850型に2機。 4両編成はも2800系の連結側に1機とも2850型に2機搭載する。必死型の PT42 が基本であるが、2816回2817回は当初より下枠交差型の PT48 である。1998年から3両編成の2801回から2804回は、病状検索に配置されている。 4両編成の2809回2811回は、落成当初より大阪線所属だったが、2811回については、車体更新、L、C カー改造後に、高安建築から、富吉建築、2809回については2006年7月にさ2950系さ2959を脱げ車して3両編成に、蘇生変更した上で、 高安建築から、明城建築に転属した。落成当初より、名古屋線所属だった4両編成の2813回、2815回、2816回、2817回は5200系の増備に伴い、1990年に、富吉建築から、高安建築に転属したが、2813回、2815回については、車体更新、L、 シーカー改造後に、高安県尺から、富吉県尺に転属した。また、2817回については2002年に、高安県尺から、明状県尺。2004年3月に選挙戦2回の廃車代替として、明状県尺から、富吉県尺に転属した後、2014年9月のダイヤ変更による、名古屋線急行の運用変更に伴い、富吉検尺から、 病状検釈に再度転属した。2013年6月に2両編成の2812回2814回は1810、計1822回1823回の廃車代替として高安検釈から富吉検釈に転属した。さ2950系のトイレ設置さ2967号車の トイレ部分1989年に2817回、1997年から1998年3月にかけて、後日のいるル、シーカーに改造された3編成に長距離運用を考慮してさ2950系のトイレ設置が行われたが、2817回の差2950系差2967は2600系差2750型に合わせて、 MC 社側の車端部1枚窓に設置されたのに、対し、後日の L、C カーに改造された3編成の差2950、型は2610、系差2760型に、合わせて M 社側の車端部2枚窓に設置された。なお、 処理方式は貯蔵タンク式であるが、室内の配色は二千八百十七回の差二千九百五十系差二千九百六十七のみ五千二百系と、同一仕様で、後日の L、C カーに改造された三編成の差二千九百五十型は五千八百系に合わせて落ち着いた仕様となっている。車体更新九百九十三年から九百九十八年にかけて全編成に、 内外装材の交換と側面の方向幕設置を中心とする車体更新が行われ、1998年に行われた2816回2817回に上高口の雨戸い取り付けと上高扉床面のノンスリップ化が行われた。B 更新2008年3月から2019年9月にかけて全編成に2回目の車体更新が行われた。内容はいずれも 車体連結部の転落防止ホロ設置特2900系連結側車段部の車椅子スペース整備のほか、トイレ付き編成ではさ2950型に設置されているトイレの様式化7が行われたが車内の内装デザインは2816回まで2008年以降の 2610KB 更新車と同一で2817回は2610 計2627回 B 更新車に準じた新仕様の内装デザインに変更されているパンタグラフの交換2013年以降2811回2813回2814回も2800型も2802のパンタグラフが下枠交差型に交換された下枠交差型パンタグラフはシリーズ21の シングルアームパンタグラフへの換装で年出されたものが使用されている。2006年7月に、先日の2809回の3両編成下と名古屋線転属により、編成から外されたさ2 9 5 0系さ2959は2 8 0 0系では、初の廃車、助籍席となり、塩浜研修車庫で解体された。大阪線。 名古屋線所属の危機流用車ではない申請車両の廃車解体は s 2 9 5 0 k s 2 9 5 9が初の事例となった。2019年4月現在では s 2 9 5 0 k s 2 9 5 9以外に廃車された車両は発生しておらず、高安県尺に2805回から2808回2810回2816回の 六編成24両、富吉検尺に2811回から2815回の五編成16両、明星検尺に2801回から2804回、2809回、2817回の六編成19両が配置され、計59両が在籍する。八百十一回 L、シーカー画像は、二千十年九月の定期検査前、全面に飾られた L、 シーカーのエンブレム車体更新後の車内、車体更新後に設けられた車椅子スペース改造 L シーカー2811階の車内改造 L シーカー2811階のトイレ前の座席改造 L シーカー2811階の車タンブロングシートが3席設置されている改造 L シーカー2811階の車タンブ ロングシートが6席設置されている、近鉄5800系電車、近鉄5820系電車、および L、シーカーも参照1996年に2610系2621回、1997年から1998年3月に、 かけて2 6 1 0系2 6 2 6回2627回と2 8 0 0系2 8 1 1回2813回2815回の4両、編成6本が先日の車体更新時に L、C カーに改造された、換算時にクロスシート、ラッシュ時にロングシートに切り替えできる、画期的な座席を導入した車両で2610、26 計2621回での使用を経て、新造された5800系及び量産改造車を導入することになった。なお、量産改造車は試作車の2610系2621回と異なり、仕切り壁の幅が広げられ、客室窓のロールアップ式、ブラインドカーテンがフリーストップ式に変更され、車体2枚客室窓の冊子中央が黒塗装化された、か、 2 8 0 0系2 8 1 1回2813回2815回は、連結側車端部の窓が封鎖された。8。2010年7月から2012年1月にかけて、定期検査時の車体サイト掃除に、車体客室総下部に貼られていた LCE マークが撤去されたが、車体運転台総下部のエンブレムは、損置されている。 2008年から2015年12月にかけている、シーカー仕様の6編成に2回目の車体更新が高安研修センターにて行われたが更新内容は6編成で異なる2610系2621回第1陣として2008年に座席及び転換装置の交換と車端部ロングシートのヘッドレスト撤去を中心とする B 更新が行われた 2 8 0 0系2 8 1 1回2813回2815回と2 6 1 0系2 6 2 6回2014年5月から2015年5月にかけて B 更新が行われたが座席と転換装置は B 更新前を踏襲しており車端部ロングシートのヘッドレストは損置されている 2610系2627回2015年12月に B 更新が行われ2015年12月21日に高安研修センターを出場した後12月23日に営業運転に復帰した本編成ではリニューアル工事のコンセプトとしてリニューアル工事施行車両の改善内容をアピールすることを目的に 既存車両のコーポレートイメージ向上を図るとともに、インテリアデザインは、シックで上品な高級感のある印象を目指したものとされた。車内化粧板は、側窓側は、明るめグレー、車内つまめんと、上高扉及び、扉付近仕切り壁は黒色を基調とした、化粧板に交換した。車内床面は新規性を重視して、茶色を、基調。 中央部からのドット柄を展開することによってグラデーションのように演出したデザインとした。デュアルシートと優先席を除いた車端部ロングシートのモケットは22000系更新車に準じたグレー系を基本に模様デザインを変更して背面に黒色を基調としたラインを追加し、優先席部分はオレンジ系に同じく黒色を基調としたラインを追加して、 黒色ラインの部分にはピクトグラムを入れて一般席との区別を用意とした仕切り壁のモケットは座席の背面部分と同様の黒色系に交換した3200系や5200系などの VVVF インバータ制御車で行われた LED 式車内案内表示器とドアチャイムの設置改造は見送られたがもう2627型を除いた各車両 優先席部分の床面表示と6人掛けとなるも2677型の優先席側にスタンションポールを設置し、旧優先席部分の吊り革と仕切り壁握り棒をオレンジ色に交換して安全性の向上を図ると、ともに側面扉端部に黄色テープを配して、床面を黄色を基調とした対摩擦仕様に交換して、視認性も向上させたものとされた。 デュアルシート部分のヘッドレストと肘掛けの化粧板は黒色に変更し、車端部、ロングシートのヘッドレストを撤去して、ブラインドカーテンの開閉を用意とさせ、ブラインドカーテンのデザインを変更した。冷房装置は更新前をそのまま使用し、座席や転換装置も更新前を踏襲したが、運転席のモケットは客室と同様のデザインに変更した。2600系列は、 新造から5200系統上までは、大阪、名古屋伊勢間の急行を中心に、1976年3月のダイヤ変更まで設定されていた、名阪直通急行などの長距離運用に多用された。オチ特急よりも、停車駅の少ない臨時列車、高速、伊勢島号の運用実績や、三両編成の2680系では、準急での運用実績もある。 一方で2800系は、通勤要求形式車両の代替とされたため、独立した運用は設定されなかった。名古屋線所属車両通常の定期運用では、ワンマン運転対応改造の行われていない1233系、1430系と共通運用で、名古屋線の準急、普通に編成単独、及び多形式並結の2両から5両編成で使用される、ほか、 急行の増結編成にも使用されている。大阪線時代は2410系と共通で運用され、名古屋線には一往復のみ急行、準急の増結編成として乗り入れていた。編成単独による、名張駅伊勢中川駅間の普通列車、市議線ではほとんど運用されていなかった。名古屋線の準急普通を中心に運用されており、ワンマン運転対応の編成は、 上気運用の他に、湯の山線、鈴鹿線のワンマン列車でも運用されている。朝、夜間には山田線でも運用される。通常の定期運用では5800系5812回、1400系1407回、1200系1211回1212 12回と、共通運用で、多形式の2両編成車と並結した6両編成で、 近鉄名古屋駅と場駅間の急行を中心に運用される。団体貸し切り列車等に使用される際は、島線や県理線などの通常は運用されない。線区にも入線することがあり、2009年以降は、島線活性化の一環として、ペンギン列車、サイクルトレインといった臨時団体列車での島線へ乗り入れる機会が多くなっている。座席運用については、 クロスシート運用とロングシート運用が混在している。大阪線所属車両 X11 編成による、鮮魚列車のダイソー大阪線大阪上本町駅、青山町駅では、快速急行から普通列車まで種別を問わずに運用され、単独編成の他に日本並結の8両編成や、多形式並結の6から10両編成でも、運用されている。編成中のトイレの有無で、 運用区間が区別されており、トイレを装備しない編成は、青山町駅伊勢の運用を中心に、トイレ装備車を連結する編成は、蒸気運用のほかに、大阪線急行の主力車両として、青山町駅伊東の急行系列車でも運用されている。トイレを装備していない2805階から2808階、2810階、2816階は1620。 形などの4両編成車と編成中にトイレ装備車を連結する2610系と2817回はそれぞれ共通運用化されている。トイレなしの編成は混乱時以外では新青山トンネル越え運用に充当されない。2610系及び2817回はトイレを装備する関係で5200系及び L、C カーの共通予備車とされているため、 これらが車両検査や団体運用などで定期運用を離脱した場合は、ダイソーすることがある。専業列車が運行されていた頃は、専属の2680系の予備車にもなっていたが、2817回は専業列車のダイソーに起用された実績はない。大阪線所属車両 L-C カー搭乗以降、上記の2編成は、ラッシュ時の快速急行を中心に運用されていたが、 検査ダイソーや繁忙期の団体運用以外は予備車扱いとされていた。名古屋線所属車両多形式の2両編成車両及び2602階と、並結した4両6両編成で、ラッシュ時の急行を中心に運用されていた。名古屋線の準急、普通を中心にトイレを備えていたことから急行でも運用され、大阪線所属の2610系同様に、 名古屋線急行車の予備編成とされており、かつては大阪伊勢間の快速急行で運用された時期があった。L、C カー搭乗以降はラッシュ時の急行で運用された以外は団体貸切運用の予備車扱いとされていた。その他詳細は、専業列車を参照日曜日を除いた早朝と夕方に、 特定のダイヤで大阪上本町駅松阪駅宇治山田駅を専業列車として運転されていた。2020年3月13日をもって専業列車の運行は終了となった。団体列車の扱いであるためた形式との並結やた、線区への入線はほとんどないが、車両不具合の際に5211系5211回と並結して、 高安駅明星駅間を走行したことがあり、2016年3月6日には、団体化しきり列車で、近鉄名古屋駅湯の山温泉駅賢島駅を走行した実績がある。2610系2621回で、試作改造され、同系列や2800系の量産改造車及び5800系で実用化された、デュアルシートは、厳密には近鉄で発案されたものではなく、 かつて、日本国有鉄道がクハ79,929号電車で、同種のアイデアに基づくロング、クロスシート可変機構を試作搭載して実験した、という前種が存在する。なお、2,610系や2,800系と同様に、在来車から改造された、デュアルシート車両は、東日本旅客鉄道の205系、電車3,100番台や209系、 電車3000番台が存在する。他社のデュアルシート車両近鉄2680軽電車に関するカテゴリ、近鉄2610軽電車に関するカテゴリ、近鉄2800軽電車に関するカテゴリ、ありがとうございます。